ハイスタンダード HDM はアメリカ合衆国で開発された一体型消音器を備える自動拳銃である。ハイスタンダード社製のモデル HD ピストルを原型とする。第二次世界大戦中、秘密活動部局である戦略情報局が採用した。法的な懸念のため、この銃で使うことを想定したフルメタルジャケットの22ロングライフル弾が開発された。 単に、OSS ピストルとも呼ばれた。第二次世界大戦後も、中央情報局やアメリカ海兵隊、その他特殊部隊など、アメリカの政府組織によって使用された例が知られている。また、ロッキード U-2 の上院にも支給されていた。イギリスで設計されたモデル B 消音型最初に、ハイスタンダード製消音ピストルを採用したのは、イギリスの特殊作戦執行部であった。 1939年に第二次世界大戦が勃発した直後、イギリスはハイスタンダードのモデル B をレンドリース契約の下で購入し、1942年には重心を覆う一体型消音器を備えた消音ピストルへの改造を行わせている。一方、アメリカでも陸軍省が1942年からハイスタンダード製ピストル各モデルの調達を進めた。 ハイスタンダードではこの需要を満たすべく、生産効率の高い製品として、モデル HD を開発した。1943年、OSS は、ソエと同等の消音ピストルの開発を要請し、これを受けて開発されたのが、モデル HD-M-S である。M-S は、軍用、消音を意味する。消音機は、ベール研究所によって設計された。 消音ピストルは衝撃試験機材なる秘匿名称のもと秘密裏に製造が行われた。標準的なハイスタンダード製ピストルとは異なり、銃の動作音を抑えるためにスライドロック機能が設けられている。重心には4列8個のガス抜き穴があり、燃焼ガスはここから消音機内のアエメッキ製度性メッシュヒートシンクがある空間に逃れる。消音機の重厚側には、 もう一つ空間があり、銃口からのガスを捉える、真鍮、正銅のワイヤースクリーンが詰められていた。OSS エージェントらはしばしばこの二つ目の空間に、水やシェービングクリームなどの液体を満たし、銃口をテープで塞ぐことで、消音効果を高めた。射撃時に発する音は20デシベル程度で、ほとんど銃の機械的な動作音のみであった。メッシュよびワイヤースクリーンは、 交換までに最大で200発の射撃に耐えることができた。OSS では最大の消音効果を得るには対象に銃口を密着される必要があるとしていたが、同時に有効射程は50フィートとも教育されていた。市販されている22ロングライフル弾は被覆されていない鉛の弾頭を備えており、戦闘に用いる場合はハーグリック戦条約に抵触する可能性があった。 そのため、フルメタルジャケットの 22LR 弾が開発され、市販弾薬の使用は禁止された。ただし、実際には、OSS やソ、SO、エ、e、のエージェントの間でこの方針の徹底はされていなかった。伝えられるところによれば、ウィリアム・ドノバン・ OSS 長官は、砂袋と HDM を大統領執務室に持ち込み、職務中だったフランクリン・ルーズベルト大統領や、 執務室前の警備員に気づかれることなく10発の射撃を行い、穴の開いた砂袋と空の断層を見せて何があったのかを伝え、これをもって大統領へのデモンストレーションとしたという。ルイズベルトは HDM を非常に気に入り、OSS 側から秘密兵器であることを伝えられるまでハイドパークの自宅に展示していた。OSS では西ヨーロッパ、北アフリカ、極東、 太平洋などの戦線にて HDM を使用した。第二次世界大戦後に OSS の後ろ身として設立された中央情報局でも HDM は引き続き使用された。ベトナム戦争の際には正式装備ではなかったものの CIA のエージェントや契約者、あるいは CIA が関与する秘密工作任務に従事する米軍人らに支給された。 陸軍特殊部隊軍にも HDM の一部が引き渡されていたと言われている。アームステックリミテッドでは HDM のレプリカを製造している。ありがとうございます。